1 4 2 0系電車とは、近畿日本鉄道が保有する一般車両である。なお、解説の便宜上、宇治山田、鳥羽川先頭車の車両番号 F を編成名として記述する。1 4 2 0系は、VVVF インバータ制御試作車として登場した1421回のことで、1984年9月3日に1250。 系の1251回として製造された、近鉄の VVVF インバータ制御車第1号であり、また、河川電圧 1500V の鉄道線では、初めての新生 VVVF インバータ車両である。本形式の登場により、もう1450型が引退している。登場時は1250系を名乗っていたが、1987年の、 量産車1250系1252回以降の車両登場時に同形式と区別するため形式名のみを1251系に改版。1990年に1230系の増備で番号が重なるため1420系に再変更されている。電算記号は製造当初は VC51 であったが現在は VW21 に変更されている。 1984年当時の世界最大の高体圧である 4500V2000A の GTO サイリスタ素子を使用している。主制御器は SIVG135 型を使用。主電動機に参照交流誘導電動機である三菱電気製メガバイト -5014A を装備し、従来の直流直巻電動機と比較して整流子や、 ブラシがないためにフラッシュオーバーの危険がなくなり、点検部分を大幅に低減させたため、メンテナンスフリーを実現している。また、直流電動機や副管電動機よりも約30%の重量削減を実現し、誘導電動機の特性上粘着率が高く取れる。ため従来の抵抗制御車に比べて、加減速度の向上を実現し、改正制度の作用範囲も広がっている。 上り勾配での起動時でも周波数を一定に電圧のみを制御する方式で最三33パーミル勾配でも円滑な起動を可能とし連続勾配加工時でもそもそも即改正で加工するが改正執行を考慮し改正執行時は自動的に発電制度に切り替えるために抵抗器を搭載して急勾配区間での保安性も確保している制動装置はそもそも即ブレーキ 改正ブレーキ併用電磁直通ブレーキ方式を採用し、従来の境地直波車や抵抗制御車との根血も考慮している。電空演算システムを採用し、本来 TC 車が受け持つべき、制動力の一部を MC 車の電力改正制動力に分担させている。MG は HG-77463 オーナー型を TC に設置している。 CP は TC に当初 D-3 階形を設置していたが、後に HS-10 型に変更している。車両性能では最高速度は時速 110km を確保している。台車は車体直結式のスタビライドを使用した量、抱き踏みずら制度方式の近畿車両成型 D-88、シュリーレン型横合性空気バネ台車で、 TC 社は1400系と同一の KD-88A であるが、MC 社は新開発の KD-88B を装備する。製造当初はモニタ装置を搭載していたが、現在は撤去されている1420系のステンレスプレート式 VVVF ロゴ。同時期に落成した堺地直波制御車の1200系1211回などと同じ普通構成の片側4。 扉車体を持つため、1、6400系以降の GTO、VVVF 制御車両と異なり裾が絞られていない。形状をしており、側面方向膜は当初から装備している。空調関係も1200系と同等のものを採用し、運転台は青に塗装されている。車内デザインも1200系などに準じた暖色系で、側面化粧板とつま面は、 淡いベージュを基調としたサンドウェーブ柄、天井化粧板は白を基調とした木漏れ日柄とされた。登場時はマルーンレッド一式の塗装で登場し、3200系、登場後にシルキーホワイトとのツートーンカラーに変更されている。また、5800系を除く GTO、VVF インバータ制御車は、車体側面の運転室扉と乗降扉間に、 VVVF と参照交流をデザイン化したシンボルマークが銀色のシールで貼り付けられているが本形式のシンボルマークは立体のエンブレム式が上空扉側に寄せて取り付けている2008年4月に内装材の交換及び各車両の車椅子スペース整備と車体連結部の転落防止ホロ設置を中心とする車体更新が 高安研修センターにて行われ、営業運転に復帰した、近鉄2400系電車運用、近鉄1220系電車運用、及び近鉄1422系電車運用も、参照2019年4月1日現在は、高安県社に所属する、一編成2両のみの試作車であるため、車体更新までは、不慮の故障発生時を想定して、 青山町駅西の普通列車で使用されることが多かったものの、運用の都合で山田線及び賭場線まで入線することがある。2016年9月3日には、同日で本形式の落成から32周年となったことを記念して、3 2スアニ n バーサリ vw21 がタンゴトンツアーが、中部学鉄連により実施され、営業運転開始以来初めて湯の山線湯の、 山温泉駅に入線した、注車区出店、ありがとうございます。